はいどうも、チャンネルアリュです、えー。今日はですね、えー、7月の、まあ、2018年7月の神社ツアーのお知らせの動画です。はい、えー。今回の神社ツアーです。神社ツアーはですね、えー、まず日にちが、えー、7月の11日、えー、水曜日ですね。で、えー、午後1時、えー、千葉県の玉崎神社集合です。 えー、参加費は無料になってます。はい。で、実はですね、もう、えー、今年1月、2018年の1月からですね、あの、関東36府同例所巡りっていうのをやってまして、えー、残すはですね、えー、千葉県の 5社のみとなりました。で、今回ですね、その7月に、えー、この5社を回る中にですね、千葉県の神社ツアーをー組み込んでるんですけども、実はですね、この玉崎神社、えー、っていうのはですね、日本の、えー、大きなレイライン上ですね、まあ、エネルギーのこう流れの一直線上にある、まあ、重要なあのポイントを押さえている神社になります。 で、以前の神社ツアーでも、神社ツアーでも、あの、寒川神社を入れてたりですとかしたんですけど、ここもですね、同じレイライン上にある神社でした、実は。はい。で、今回はですね、まあ、そのレイラインの起点、えー、この玉崎神社からですね、えー、反対はですね、まあ、700キロ先のですね、出雲大社まで続いているレイラインになって、結構大きなレイラインなんですけども、 えー、まあ、微和湖のですね、竹生島だったり、えー、富士山だったりというのを通ってね、いるレイラインです。はい。で、ここを最後、あのー、まあ、押さえに行くという意味合いで、えー、ここの場所を選んでおります。はい。で、またこの、えー、関東ですね、えー、は、まあ、しばらく、予定はないので、えー、まあね、チャンネルアリューが関東に出没するのも、しばらくは、 今回のね、玉崎神社でしばらくは、えー、ないかなという状態になってますので、えー、ぜひね、えー、こうチャンネルリーリの神社ツアー,、えー、不思議なことはね、いっぱい、えー、過去に起きてます。で特にですね、あのリピーターの方が多いというのも特徴だと思います。まあ面白いですよね、多分ね。はい。 あとは、まあ、えっ、ー、と、神社ツアーに来られる方ですね。えー、人も面白い人が結構集まってきますので、えー、みんなワイワイ楽しくね、えー、回ってます。で、さらに、えー、まあ、エネルギー調整っていうのもね、えー、入ってたりするんですけども、えー、まあ、今回はここ、まあ、ご最新はね、玉寄姫と言い,いまして、えー、まあ、おみ、みこさんですね。えー、みこさんになりますので、まあ、神様とつながるという意味では、えー、またいいきっかけになる神社ツアーになるんじゃないかなと思ってますので、 えー、まあ、参加費無料でやってますので、えー、お時間ある方はですね、えー、まあ来られる方はもうあの仕事避けて <laughs> 来られてますので、えー、なかなかね、えー、今度見ることができなくなると思いますので、えー、ぜひお時間を割いてですね、 参加ししていいいただければ嬉しいかなと思いますで申し込みはですね、えっと、この動画の下に申し込みフォームのリンクを載せておきますので、そちらからですね申し込んでいただければえいいようにしておきますので、ぜひそちらから申し込んでください、はいえー。あとですね、この神社ツアーの情報なんかはですね、えーまあ、これ動画で流すのは珍しいんですけども、いち早くですね、動画の,ああの神社ツアーの情報をキャッチしようと思うと、LINE アットですね。 えー、で、LINE で私と友達になってください。キャンペーンを当てますので、こちら登録していただくと、えー、神社ツアーの情報だったりですね、えー、どこよりも早く情報が届くようになっておりますので、ぜひこちらもご登録ください。えー、今、不動明のパーツキー数をプレゼントしてますので、これだけでもね、えー、結構いいんじゃないかなと、個人的には思っております。はい、えー、ということで、ね、ぜひあなたの神社ツアーのご参加お待ちしております。はい、ということで、チャンネラー、リュウでした。